はい、皆さんこんばんは、ブルーです。今回は、ナスカヒートモバイルパート4やっていこうと思います。今回はですね、まずは、前回は、演技とかいろいろまだね、見た目が不十分だったんで、こちらの方をやっていこうと思います。まずはね、こちらの組み立てを押して、こちらの方も押して、これやろう、なんかと言いたいと思います。車をこの R&B のところでちょっとチューンアップしていこうと思います。まず今回は背景値と今回合いかなと。背景値あとクールティスクールティあとシャッシータイヤ、この部分で同時にして、ただエンジンと排気機で、まあ、レベルになりました。上げて、乗るんだと思います。レースの方、やっていこうと思います。おっと、こちらレースキャラクター。こちらです。レースはこちらの方です。こちらの方。そのスタートがね、右の方が、こちらの方で、転送オイルの、400でやっていこうと思います。まず条件、1のチャレンジは35秒以上でフィニッシュ。2のチャレンジは、ラップが165で行くこと。3は、135以上の走行。4は、高速レーンでパッシングを5回。5も同じ区間ですけども、低速レーン、つまり、イン側ですね。イン側の方と、アウト側でそれを5回ずつ、パッシングをするっていうことです。それはですね、スタート、クッキー。このデートはね、さあ、チャンスマンがさあ、コンビ聞いたら、何枚合わないのか。レディー。この時はパワーあるんだけどなぁ。今、コースに出ましたね。こっち、左側、コースに出たら、コースに出た。今回はなんとかね、実はクリアしたと思います。30秒速攻で。なんとかね、5回、できました。はい、最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価の方、よろしくお願いします。それでは次回のナスカーのヒートモバイルでお会いしましょう。さようなら。